はじめまして、藤原拓司の横バッテンガスト TV でございます。ということで今日のゲストはこちら、週一有馬さんでございます。どうもお願いします。ということで、ね、今日はね、こちら渋谷のスクランブル交差点、はい、見ながらトークしていきたいと思います。はい、真ん中こんなになったんですね。そうそうそう、バスがね、なんかロータリーみたいになってね。はい、あ、見てない、この、いや実は最近見ました、なったんだなと思って。いや真ん中でも結構もう何年も前ぜ。そうっすか、突っ切れましたよ普通にスーって。あ、昔ね。はい、もう結構でも何年もなるよ。そんな経ってましたっけ、うん、いやそうだったかな。ね、この景色は何十年見てもちょっと見てしまうんよね俺。最近はね、うん、そうっすね。でもまあこれ平日ですかね。平日平日というかね、俺ピーラー、ピーラー皮むき器、皮むき器、はい、壊れたんよ。これ結構料理するんやけど、はい、でそのピーラー買ったの10年ぐらい前で、はい、それが壊れて近くのスーパーに買いに行ったんやけど、はい、で帰ってきて、ニュースつけたら、はい、最近ほらあったじゃん、あの埼玉のあのイオンモールでさ、はい、スプレー噴射した、あ、なんか、はい、あったじゃん。聞きましたね、女の人が、はい、お客さん、事件あったじゃん、はい、俺ねその壊れたピーラー、はい、10年前買ったの、そこのイオンモールで買ったんよ。おー、すごくないその分野。まあ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 、じゃあびっくりしてさ、え、ここのイオンモールなんか見たことあんなと思って、ちょ待ってよこれ俺、いやいやいや、この壊れたピーラー買ったとこやなと思って。まあまあ、何、すごくないその偶然。まあそうですね、結構偶然あるんよ俺、はい、偶然、まあまあまあギリっすね、偶然あるんよ俺、偶然。そういう偶然。前夕方のニュース見てた時に、はい、あのよくあんじゃんほら、下着泥棒の人がさ、なんか広い体育館みたいなところにさ下着をいっぱい広げ、まあまあ、はい、あるじゃんああいうニュース、はい、でそれ見てたんよ。だからとある警察署から一人のおじさんが両脇に警察つかまれて、一人のおじさんが階段上の方からこう降りてきてたんよ、はい、でそのおじさんなんかこの人見たことあるなと思って、誰ですか、で見たら、はい、その当時バイトしてたコンビニの常連のおじさん。もうマジでうわと思って、はい、であのスマホで写真撮って、はい、で次の日にあの一緒に働いてる人に、はい、このおじさんって朝いつも来る人ですよねっつったんよ。だから本当だっつって、おー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 、名前が一緒だっつって。名前で顔で、そう、顔で分かってくれ。その人ね、はい、その人のおじさんの名前をね知ってたんよ。なんで知ってんすか、え、なんで知ってんすかっつったら、支払いの、そう、支払いの覚えた、怖いと思って。そう、怖いですよ逆に、すごいよ俺、はい、でそのおじさんいつもね朝、毎朝ね結構早朝の時に6時半とか7時ぐらいにコーヒーとタバコを買いに来るおじさんって、はい、毎朝、はい、だからそういう一仕事を置いてきてたんやなと思うと、なんかちょっと気持ち悪くなってる。下着泥棒は昼間入るんじゃないですか。そうなのか、でそのおじさんもう全くこんくなったもん、それから。そらそう、多分引っ越したんやろうな。これどうなんすかね。いや絶対噂されるやん。まあまあまあ、でそのほら名前覚えてるその店員の人、はい、ね、その人すごい記憶力よくて、で大学とかも4つ受けて4つ上がったらしくて、はい、まあ週一みたいに早稲田とかじゃないけど結構、はい、まあ有名な大学、はい、名前一般的に、まあ東京の大学みんな有名で、はい、すごい4つ受けて4つ上がったらしくて、はい、でまあまあ結構勉強はできたみたいで、はい、で記憶力も良くて、その人いつもの常連の人とか来たらほらタバコ言われる前にパッと出したりとかして喜ばれてるようなおじさん、分かってるねみたいな、そうそうそう、はい、で似合ってその人もドヤ顔して、はい、である時とある女の人が生理用品買いに来たんよ。で、はい、で、はい、嫌な感じする。で買っていってそのお客さん出ていったら、はい、その店員のおじさんが、ああもう1ヶ月かーっつって、もうもう、まあ、気持ち悪いよね。最低じゃないですかそいつ。気持ち悪いよねあのおじさん。あのおじさんって誰？こっちは知らないですから。そう一緒にバイトしてないですか。そこまで覚えてんすか。ちょっとね。いやーそれは気色悪い。マジで？うん。面白いねそれ。いや面白くはないですよそいつは。なんで？
嫌なやつじゃないですか。いやでも結構ね、なんかね、でも本当ね、やっぱ中学までは結構勉強できたらしい、はい、で高校も、ま、その県内で一番いいところに行ったらしく、はい、でもそこではやっぱあんま普通ぐらいになって、はい、でまあ東京の大学4つ受けて、まあ一つ、まあ、一番いいところに入ったみたいなんだけど、はい、やっぱちょっと勉強できたっていうのがあるのか、あ、はい、なんかバイトで来るあの大学生にちょっと敵向き出すっていうかとあるね東大生の子が入ってきた、はい、で俺があの子東大らしいっすよっつったら、まあでもまあ東大でもピンキリですからねいや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 、もうピンなところですよ、すごいでしょう、ピンが入る人ってところですよ。でその東大生の子が親がね医者やったらしい。おお、すごいですね。でそのことも伝えたの、はい、俺親医者らしいっすよっつって、だからそのおじさんが、まあ医者っつっても、まあ、自分で経営してるから雇われるかって全然違いますからねなんかね、なんかあの敵むき出すよね、なんかね、そんな言わんでよくない、認め、全然認めないですね。そう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 いうなんかね変な頭いいんやるけどね。そうそうそう、でその方ね38ぐらいまでね IT 関係の会社にいたんだって。おお、で一念発起してコンビニでバイト始めたらしい。じゃあじゃあじゃあ、いやいやいや、じゃあただただ辞めて金なくなったからバイトしたんでしょいやでもすっごい頭いい方でね、知的だから俺いろんなことをいろいろ聞いてたもん。あ、まあ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 、なんか大人の対応できる方でね、まあ、うんでも一回その方ね酔っ払った外人に商品のバナナ ぶつけられてたなんかパサッと落とすんなと思って振り向いたらバナナが投げられて嫌な対応したんじゃないですか本当に。切れましたって聞いたら切れてはないですよ絶対切れたでしょと思ったけどね。あのおじさん懐かしいな。もういないんですかね。もういないやろな。いやでもほんといろんなこと記憶力よくてね、ああいろんな人の名前覚えてるからね、すごいよねでもトイレ掃除とかもめちゃくちゃやってくれる方で、ああ、まあ、大人して、うん、ああ、でも男子トイレを掃除する時間の10倍ぐらい女子トイレ掃除するもんだちょやばいやつなんですよ。だからそいつがつがまってておかしくないでしょ。綺麗にしてくれてるよ。仲間で仲間意識でその名前覚えちゃったんじゃないですか、その捕まった。マジで下着泥棒となんかシンパシー感じたんじゃないですか。シンパシー感じたからいやでもトイレ掃除もね率先してやってくれる方やから本当にだからトイレのゴミとかもその方ぐらいしかちゃんとあのまとめて、うんうん、捨ててくれてなかった。みんなほらあんまりしないじゃんトイレ掃除、まあまあまあ、その方は率先して、はい、女子トイレのゴミ箱とかも綺麗に生理用品生理用品いや気になってたんですけど、そんなことない、ちゃんと掃除をしてくれてたのその人だトイレのほらあの名前書くらあんじゃん、はい、その人の名前しかなかった全部預かる番号もう変態だよただの。いやいい人やったんよいや懐かしいですね本当いやだ、え、いい方でしょ。まあまあいい方ですよ、ね、ということで渋谷の街並みでございました関係ないよ本当渋谷ということで今日のゲストは秀一有馬さんでございました。どうもありがとうございました。